どうもアキです。サクセスやっていきます。今回は SR 裏側を使って脳筋高校で三塁手作りに行きたいと思います。で、裏側なんですけれども、まずテーブル的にはやる気テーブルのタックパーセンテージが 10% 低くなっていて、骨イベントボーナスが 10% 高くなってるっていうテーブルですね。僕的には完全なやる気テーブルの方が好きかなと、特に脳筋高校で使う場合は思います。やっぱタックでね、経験点伸ばしていきたいのでっていうところですね。ただ裏側の一番の良さはチャンス骨持っているところだと思います。これで勝負師が安定して取れるっていうところですね。はい。まあただね、ローボールとハイボールがひらめき逆だったりとか、帳尻合わせ先に潰したいっていうところはちょっと難しいところかなと思います。なので同じ前部魔術師確定っていうところで亮さんと比較すると、まあデッキ的に他でチャンスコツ取れないのであれば裏が取れるのであれば亮さんっていう感じですかね。はい。で、今回デッキこんな感じにしてみました。久しぶりに金原使っていきましょう。タックパーセンテージ 100% やる気効果アップ 75% のこの特能ね、結構最近気に入っています。はい。初期値こんな感じで、アイテムは招き猫と友達スタンプです。まず新島葵からやっていきましょう。以前ね、りょうさんと田中山みんなどっちが好きですかっていう動画というかサクセスやったんですけど、あの時に結構俺は裏側だねっていう人が結構コメント欄で多かったんで、じゃあまあ裏側使ってみようかなと思ったんですけど、どうでしょう。僕は正直ね、まあ単発で比べられるもんでもないと思うんですけど、結構りょうさんの方が好きかな。チャンスコツ抑えられるんだったらっていう、まあもちろん話ではあるんですけど、テーブルとあとね、脳筋でのその特能の噛み合わせ、盗塁とか送球とかその辺含め、僕結構りょうさん、てかりょうさんの方が好きかなというか、僕りょうさんめっちゃ好きなんですけど、皆さんどうでしょう。うん、どうでしょう。やっていきましょう。まあ結構ただね、やっぱ脳筋高校精神がね、精神ポイントがほんと来にくいっていうのはあるんで、チャンスコツ持ってるっていうのはかなり大きいことかもしんないっすね。はい。あと僕は内野手には絶対早急20丸つけたいと思ってサクセスやってるんですけど、まあ結構ね、早急はまあ査定重視で自分はやってるんで、あれは査定効率見るとクソなんでつけないですっていう方にとっては、確かにりょうさんのその早急っていうね、美味しさないかもしれないんで、まあ人によるのかな、その辺も。よいしょ。というわけで今日も元気にサクセスやっていきましょう。チャンスからまずください。 OK。なぜなら守備職人も意外と潰せるし、守備後で。っていうところですかね。そろそろ新島追っていきたい気持ちもあるけど、みんなの評価を上げないと。結果ね、全然新島ばっかりさっき練習で追ってたら1月ぐらいまでみんなの評価が上がんなくて、まあ告白は間に合ったんですけど、結果あんまり渋いサクセスになったんで、新島ってその辺が難しいよな。彼女を使ってる時って、その明確な赤まで追えば大丈夫っていうのがね、明確な値があるんですけど、まあ新島もピンクって思えばいいのかもしれないんですけど、ちょっとそこがあやふやになっちゃう、いつも。あっ、急チャンスメーカー。よし。というわけで、チャンスはね、本当に、この高校マジで精神ポイント得にくいんで、基本的にはコツレベル5で取るものだなと僕は思ってますね。うん。うん。で、このね、ハイボールヒッターがね、ダメなんですよ。ローボールヒッターと逆っていうところがちょっと辛いところですね。It's magic。 これが筋トレイベントですね。上で続いていきます。で、3回目、守備力高いほど骨レベルが高くなるそうなんで、まあなるべく守備上げていきたいっていうところですね。おー、ラッキー。これどうしよう。あー、ダブルタックだから行っときたい。普通に行くか。この通り新島の評価を捨てたゆえにみんなの評価が早いけど、さすがにやばい。新島の評価そろそろ上げよう。え、ほら、今回ピンクになってたかな？よくわかんないのが新島ちゃん、ほんとに。だから今回なんかは、ほぼ評価、追わなくて、みんなの方を追っていたんで、完璧な流れっすよね。合格運ぶに至ってはね。はい。
さあ合宿回収しよう。うーわ、合宿の方が調子悪いな。お、早いね。もう2回目か。脳筋高校むずいのが精神ポイント技術ポイント結構来ないんで守備上げにくいんですよね。序盤コツ押さえで置いておきたいので、コツ押さえのためにポイントを置いておきたいからそこが難しい。脳みのメンタル練習は行きたいですね。これ合宿引けないかな最後。あ、引けたー引けたー、けどちょっと使ったー。まあ大丈夫大丈夫、これくらいはまだ許容範囲。告白も来たし、いいセクション1だったと捉えましょう。レッツポジティブシンキングやっていきましょう。やっぱポジティブに生きないとね、ネガティブになると人間辛いからね、もううつ病になっちゃうからね、基本ポジティブに行きましょう。そう、私ね、あなたチューバーっていうね人になって思ったんですけど、あなたチューバーの人ってすごいポジティブシンキングをされる方が多くて、あ、やった、帳尻が先に潰れる。すごくね、勉強になりますね。あ、私もね、レッツポジティブシンキングしていかないとダメなのか。もう私はね、もう見ての通り超ネガティブ人間でございますからね。よいしょ。賄賂じゃないはもう評価も大丈夫そうだし、真ん中で経験で取りに行きましょう。ハイボールヒッターだったらよかったな。ローじゃなくてね、トラファルガーローやっていきましょう。逆境とか潰しに行きたいんですけど、こういう時はまあゲッツー崩しだけじゃスンと狙おうかな。うわーお、スンと、よし、オッケー。2回もかかっちゃダメなんだけどね。ちょっと乾電池運はなさそうだな。ちょっと温存していきたい。だから今のとかもう何もやらなくてもよかったんですけど、まあ月9時を取れば1個また乾電池すぐ復活するからね。それで今13個は正直少ないから、ちょっとこれ使わずにいこう。ただ金原入れたんで盗塁と走塁両方20丸にできれば、それで乾電池おのずと増えるんで、そこはちょっと頑張ってもらいたいな。もうちょい守備を上げましょうか。金諸井の金徳成功率高めましょう。まあ1個ぐらい使ってもいいとこだけどね。実際ため打ちか逆境は、あ、逆境潰したいな、これで。よし、オッケー。来んなよ、一週間の差、発動するなよ。一週間の差、じゃないんです。むむむ。めっちゃ噛んだし。さあ、片目打ちも潰したい。うん、これは打撃タックになっても美味しいし、片目打ち遠いね。うん、遠いね、やめよう。お、やった、ダブルタックだ。ラッキー。
たまにこういうよくわからない引きをするときありますよね。狙ってないのにめっちゃ美味しくなるっていうやつ。金原はね、テーブル的にどこの得意、まあメンタル以外であればどこの得意練習になってもそのテーブルの良さを最大限活かせる人だと思うんで、そこは非常にいいと思います。はい、ちょっとこれ肩に入れつつ送球を回収したい。うん、逆。先デートからの次練習かな。で、今回のデッキでちょっと辛いのが送球コツレベル2で、まあ僕はねサード必ず送球20マナつけたいと思ってるんで、まあそこだけちょっと辛いっすね。なのでりょうさんだったらそこがね、送球は今度、まあけどりょうさん送球入れてからって安定するもんでもないんですけどね、送球の方は20マナになりやすいけど、今回は勝負師っていうところかな。まあ難しいっすよね、どっちがいいのかっていうのも。これこっち行こう。よいしょ、ちょっと得意練習率アップとか働いてくれてもいいぜ。よし、クリスマス前によく削った、ナイス。いやー、新島ちゃん可愛い、本当に可愛い。君は可愛いし強いし最高だね。くっそ、そこが複数タックになってほしいんだよな。やっぱりさあ、小吉以外なら何でもよし。もちろん大吉が一番よし。うわー、よし頑張ろう。で、複数タックが来てくんないとやっぱり動かしにくいんで、うーん、動かしにくいっすね。これはデートでもよかったかなっていうぐらい。一回早急を、いや重いっすね早急。やっぱり重いな。うん、複数タックになんないな、辛いな。あ、そういえば金原のイベント全然覚えてない、本当に。これがね、複数ダックになればいいんだけど、まあいっか。ちょっと乾電池温存の衆にしよう。これで肩にみんなが自然に集まってくれたということでね。これもまあ頑張り方を変えようでいいよね。経験点取りに行きましょう。あ、覚えてたわ、真ん中が経験点って覚えてたわ。さあ、金徳コツ、あ、コツさんでくれた。ラッキー、シーまで上げてたからかな。はい、コツさんでくれました。まあ一応ダブルタック1回来ましたが、もうちょっとここで経験点稼ぎたかったな、肩練習で。得意練習率アップ持ってる人何人かはいるんで。まあけど2710点。で、乾電池かなり温存できたんで、いい運びだと思います。一番強化されてものやつ。うんうんうん、悪くないでしょう。肩練習が、これはあんまり変なことしすぎるのもよくないしな。でも、まあ、肩、これで肩目打ちぐらい潰せると一番いいんだけど。やっぱタックパーセンテージ、あい、10、おいおい、2個使った上に 10% でびっくりタックが気がするかね。ちょっと辛いな今のは。
よし、虫歯にならなかった。チャンス回収しに行こう。おーっと、いいのが来た。あー、やる気2段階落ちたら遊んでもいいぐらい。まあデートでやる気1つ回復できるからデートでもいいけど。さあ、これは走塁練習でしょう。これ引けるかどうかって結構大きいんですよね。オッケー。デート何回目でしたっけ？まだ1回目か2回目っていうのは間違いない、これで。いや、嘘だった、3回目じゃん。思いっきり3回目じゃん。おお、切り込み隊長もかなり掴んだ。いいね。ボツ回収は進んでないかな、あんまり。盗塁とか走塁が欲しいかな。よいしょ。うん、乾電池いっぱい持ってるんで、本当に4人タック以上。まあ結局ね、それが引けるかどうかで、今の選手以上の選手が作れるかってもう決まってくるんで、僕も。もうそこだけです、本当に願うわ。もうあとは運で、基本的な立ち回りをしっかりしていれば、あとはすべて運。入んない。ちょっとずらしてたから、珍しくこの真ん中に戻るやつをやんなかったゆえに。まあいいでしょう。うん、これは安定の失敗。守備に集める。精神さんはそのうち回収できそうだし。守備職人まだ来てないし、新島がタックになればベスト。ベスト、ベスト、ここにベスト。おい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 、マジで、マジで。いや、ふざけ倒せ、お前ら。いや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 。は？いや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 。え？こんなことが起こるんですよ、世の中。いや、こういうの辛いよね、本当に。二人どっちかが守備に変わればいいだけなんで、まあ、しっかり計算はしないんですけど、まあ、2、3個あれば、基本は変わるはずなのに、こんな10個近く使っちゃうという、もう、ああ、もう、悲しい。こういう、はまらない時、そして失敗するやつ。いや、辛いな。気持ちを切り替えていこう。くそ、せっかく温存していたやつがこんなところでなくなっちゃうやつ。でもあそこで引いちゃったらね、途中でもうそれこそわけわかんない感じになるんで、何のために俺は生きてきたんだっていうね、何のためにこの乾電池を使ったんだっていうことになるぐらいだったら使い切る方がこう精神的なやつね。よっしゃ、ちょ待って、裏が使ったのに勝負師呼べないってやつになるじゃん、このままでは。うわさあさあさあ、特
球練習率アップに期待して置いとくか、それとももう変えちゃうかっていう場面。変えちゃおう。ちょっと乾電池が少ないんで、こういうちっちゃいひらめきを回収する方にシフトチェンジしていくわ。ミート上げてからデート最後やりたいんですよね。まだ置いとこう。まだそんな焦ってする場面でもないと思うんで、先にミート上げましょう。片目打ち潰せないかな、近かったりしないかな。遠そうだな、やっぱ遠いな。クソ、さっきの守備事件で一気に辛くなってしまった。あーでもやる気落ちたらデートしておきたい気持ちもある。渋いな、練習も遊ぶ。うん、一箇所にも集まんないし、これやばいな。手の打ちようがない。乾電池も持っていない。うわー、びっくりもしてくんない。ちょ、1個使ってどっちかタックになれ。よし、 OK。 しかも2つきた。やる気落とすね。ダメだ、やっぱやる気が落ちてるとこのデッキじゃ全然働かないわ。テーブルの良さが働かない。4000点を超えててくれ、さすがに。うわー、やばい。これ複数タック引かせろ。難しいサクセスになっている、非常に。よし、ただコツ回収はいいぞ。経験値以上のものは出してるパターンのやつね。びっくりも全然しないな。なんか今回、運悪いな。なんかに見放されているな。頼む頼む。チャンス回収しに行くか、勝負師回収しに行くか。こういう早めに怒ってほしいやつが全然早めに怒ってない。勝負師を捨てるのか。あ、ダブルタックになった。チャンスくれ、チャンス。さっきから全然コツをくれない。仕方ないな、もうこれチャンスコツさんで取って乾電池に変えた方がいいな、今だったら。仕方ねえ、やるか。本格もだ、アベヒもだ。仕方ねえな。
よーし、勝負師は来た。デート終わらすとこう。さあ頼む、複数タック引かしてくれ。いや、何か確実、少し イベント失敗。そこだな。さあ4人以上固まれ。ここは勝負だ、勝負。まあ運悪い時って本当にこうね、こういう感じですね。うん、こういう感じですね。本当にこういう感じですね。ダメだ。全然ダメだった。盗塁回収しに行こう。お、回収できた。で、最後、肩タック。肩タック、それが。肩タック。肩タック。肩タック。難しいなぁ、サクセスって。まあでも最低限のことはできたんでね、このままやっていきましょう。やりたいことはできている。よし、盗塁と走塁がコツが来てないのがね、あれですね。金原連れてきた意味、あ、インコース来てなかったのかもだ。何、インコースが来てなかったのか。サード肩を上げたいんですよね、僕。肩 A までは持ってきたいかな、サードだと。よいしょ。まあ本当にこんな感じでチャンスコツ持ってくれてると嬉しいなって言って、結局コツさんで取ったんですけどね。よいしょ。いやー、やっぱチャンスね。僕はなので最近日野はしかもびっくりする確率も上がってるんで、最近は本当に日野頼みですね。ただ日野を新島って入れるともう前になんですよね。で、そこに必ず入れる1条って入れると前3になるので、すでにその段階で。もう前イベ入れられないんですよね。だからフレンド枠を後イベ借りるときはいいんですけど、ちょっとそこの辛さもあったりするので。だからもう最近前イベが固定なんですよね。その日の1条、新島がもう固定。で、あとは誰を入れるかみたいな感じなんで、最近は。勝負師捨てるんだったら、勝負師捨てて魔術師取りたいんだったら、日野のところを亮さんに入れるみたいな、亮さん入れるみたいな、最近の僕のデッキの作り方ですかね。おお、いいね。金原も絡んだら今のすごい良かったけどね。難しいな、サクセス。サクセス is very difficult. Yes, it's too difficult to play. 懐かしき。英語。英語。英語。あうちーちー、あうちー。英語やってるんだろうか。第9、投げました。うらぁ。第9
球投げました。打球は宇宙間に上がった。これはヒットになります。やっぱ入部届けどうしようかな。やっぱ勝負師は取りたいからな。やっぱチャンスコツ持ってる方がいいって考えると外野手作るか。投げました。あっと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 、騙された。真ん中に来るんじゃないんかい、そのスライダー。第9ちょっとね、バトスタで1個手に入れたんで、天才の入部届け、デッキどれで使おうかっていうのすごい悩んでて今。何で使うのが一番見ててね、みんなが面白いのかなって思うと考えると、やっぱあの日野かな。まあ、今月の目標一番バッター作ることってずっと言ってたし、あの、日野入りの編成で頑張ろっか。よし、また、いつになるかわかりませんが使いましょう。ちょっとやる気落ちて上がるんかい。落ちて上がるんかい。で、裏側のアタックパーセンテージは低いな、本当に。意外と経験点出してるかな。実は。いやー、盗塁と走塁が欲しかったっすね、これは。お待たせいたしました。5番。第9投げました。よーし、OK。さあ悩ましいな。どのデッキで入部届使おうかな。フレンドライチ、後イベ、サイガ、後イベ、ノーミ、後イベで、さっき言ってた前さんか。それで外野手か。それで外野手だといい経験点を出せそうだな。経験点的には非常に良くなりそうですね。それかな。もういつになるか分かんないけど、それで作りましょうか。渋いな。聞いてていいな。でもちょっと入部届使いたいと思います。やっぱり5月中に1番バッター作らないとね。さあ、電光石火を取ら、ああ、じゃあ高速ベースランは取らないけど、電光石火持ちでしっかりミートと走力を S ぐらいまで持っていった1番バッターっていう形で作りたいですね、なんとか。うわー、ちょっと待って、落ち着け。第9投げた、外れた、ボール。投げた、低めの変化球、ボール。カウンター2ボールノーストライク。第3球を投げました、変化球ストライク、インローへ。第4球を投げました、よし、オッケー。なんだかんだけどこの選手も結構いい形にはなるぞ。まあチャンスをコツさんで取った分、補給がサードにしては低いっていう形かな。投げました、ストレートはもう。第2球見送ってボール、カウントは2ボールノーストライク。投げました、よし、 OK。よし、もう決めた。あの1枚だけある天才の入部届け、それで使う。もう決めた今。で、経験点でねじ伏せるサクセスにしよう。それで、うわ、これは練習がはまんなかった。よいしょ。ゴー。まさかのなぜか裏側を使うサクセス回で次の天才の入部届のデッキが決まるっていうよくわからない現象なので、今一度ね、
デッキご紹介しますと、まずマイベ3人が彼女枠新島、そしてチャンス電光石火取るための日野、そして乾電池要員一条、この3人で、後イベがタックが異常に強いライチで、乾電池要員名前が出てこない、名前が出てこない能見、そしてラスト、これもタック要員で才賀、この6人でね入部届使っていきたいと思います。いつになるのかはわからない。もしかしたら土日の間に出せるなら出したいなと思います、このメンツでね。明日出そうか、もう。そのデッキで、ここまで言ったら明日そのデッキで天才の入部届使いますか。よし、決めた。で、ショートとかに関してはまたにしましょう。やっぱ5月の目標、1番バッター作ることだって言ってたんで、もう月末になったんでね。最後5月ね。月末に1番バッター作って終わりという形で5月はね、サクセス人生を締めたいなと思います。よし、明日頑張るぞ。ちょ、待て。うわー、内角筆打取れてない。まさかのインコースのコツ来てない。まさかだった。まさかのやつ。はい、というわけであんまりハマらないサクセスでしたね。いやでもいい、今回は本当に次回の天才の入部届のサクセスが決まったんで、それでね次回やっていきたいと思います。最後デッキだけ作ろっか。デッキ明日かな。もう明日なんか新キャラとかがいきなり出てこない限りは明日やりましょう。外すまず後イベフレワクライチですね。で、サイガ能見どこだ。能見 where are you? OK。 能見で、一条に日野で、彼女枠が新島。よし、これでね今月の目標1番バッター作って、今月のサクセスちゃんちゃんで終わりたいと思います。ぜひともご声援のほどよろしくお願いいたします。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。おや、秋天才の入部届け明日頑張れよっていう人はね、ぜひともチャンネル登録と高評価ボタンを押していっていただけると嬉しいです。それではまた明日の天才の動画でお会いいたしましょう。アディオス。